実女は、室町時代中期から、戦国時代にかけての浄土新宗の僧。浄土新宗本願寺派、第九世宗主、新宗大派、第九代門首。山品本願寺住職。意味縄貢献。陰号は、京王民。法院圏大僧図。父は、第八世、蓮女。日野勝光の勇士。母は、蓮友に。子は、少女、炎女。 第十世小女は孫。年齢は数え年。日付は文献との整合を保つため、いずれも旧暦表示を用いる。長六二年八月十日、本願寺第八世、蓮女の第八子として誕生。母は伊勢忠志望の娘蓮友に。後に左大臣、日野勝光の勇士となって、少霊院で得度し、大納言と称する。文章二年。 炎暦寺から仏敵とされ京都を追われた父、蓮女がやむなく炎暦寺に屈した時に蓮女の隠居と長男順序の拝着、そして当時紅葉丸と呼ばれていた実女への家徳継承が強要されるが、本願寺の勢力回復と共にうやむやとなり、元のように順序が奉仕とされた。文明5年17歳で、正煉院にて徳度、大納言と歌唱した。文明15年。 長兄である順序の死没により改めて奉仕となる。延徳8年、父の退院に伴い、本願寺を継承し、第九世となる。継承後も父により急激に拡大した教団を維持する必要があった。特に実業が重視したのは官僚、細川正元との関係である。かつて、加賀一行一揆が守護、戸賀島幸家を攻め滅ぼした際に旧大将軍。 足利義直が本願寺に討伐令を下そうとしていた折に、政元がこれに強く反対して討伐令を撤回させたという権威があったため、実女は大きな恩義を感じていた。明王四年、加賀一行一期の指導者で、半政元派の河合信久の粛清を容認する。明王八年三月二十五日、連旅没。翌年には着難である、少女が創生する。 英正三年、実女は、細川正元の要請を受けて、河内国畠山義偉討伐への協力に応じると、摂津国、河内国の門徒に一揆を起こして、畠山義偉を攻めるように命じたが、畠山氏との関係が深かった摂津、河内の門徒らは、猛反発し、実女の異母体で、畠山氏の血を引く、実権を、石山ごぼうにて擁立して、 保守の交代を求めるという事件が起きた。しかし、実女はこれを力ことごとくで抑え込んだ。実女は一揆の代わりとして、加賀の門徒を千人ほど河内に派遣した。引き続いて実女は、政本の要請で、半本願寺、半細川氏を標榜する、越前国の浅倉市、能登国、越中国の畠山氏に対して、北陸の門徒に一揆を起こすように命じると、 越前国、加賀国、能登国、越中国の門とは大規模な一行一揆を起こし、8月には越前で朝倉忠しけと九ず川の戦いを行い、翌9月には越中国で畠山氏の援軍に来た越後国の長尾義景と半若屋の戦いを行って、義景を討ち取っている。栄昇4年、北陸での騒乱が続く中で、正元の養子、 清これが正元を暗殺して、もう一人の養子、住本と争うと、その争いに巻き込まれた実女は住本により一時、山品本願寺を追放され、大見片田本九寺十時、明県、民衆の協力を得て、片田五房へ逃れた。永正六年に山品本願寺に復帰するが、この事態に苦慮した実女は、同母帝の連順、息子で次男の援助と共に、 北陸門徒に大使一揆の禁止をはじめとする三、過剰の戒めを発布したり、本願寺の一族を一門衆と一家衆に分ける一門一家制を設けたり、宗門信条の基本とするなどの策を講じた。大英元年、少連院、脇門跡に任せられるが、同年に、援助が急死、援助の子少女が後継者となった。大英五年2月2日、68歳にて自弱。 少女が本願寺、第十世を継いだが、幼い少女に代わって蓮ンが、後見人として本願寺を取り仕切った。ありがとうございます。